ということで、初めての105 Vi2 の油圧ディスクです。わー、めっちゃ高性能。やったー。聞いたことありますかね。これエヴァディオのハリス R っていうモデルなんですけど、エヴァディオ、これアヴァディオじゃないですよ。最初アヴァディオって呼んでしまいそうになったんですけど、エヴァディオっていうモデルになります。まあ、ビシャさんみたいな感じで一定期間お借りしてるんですけど、あれとは違って初めてのディスクで、初めての Vi2 で長距離乗ってみました。グッソとはまた違う味がね、いろいろ楽しめたので、今回のこの車体バイク、いろいろね、ちょっとお話できることがあるかなと思ったので、ちょっと動画回してます。全部フルカーボンなんだけど、空気抵抗をもう最大限までに抑えたフルカーボンのエアロロードですね。エアロロード、そうで、実は私エアロロードに乗るのが初めてという。で、エヴァディオっていう意味がね、神の祈り、イタリア語で神の祈りっていう、エヴァとディオで分かれてるらしくて、これがね、エンジェルっぽい、横向きのエンジェルっぽい感じでしょ。だから、まあ、神とか天使とか、そんな感じの意味を込められてるのかな。なるほど。あと、105の Di2 が初めてなんだよね。今までね、機械式のだけしか乗ってこなかったので、Di2 っていうところで。かっこいいよ。かっこいい。そう、あとね、これ、特徴がありまして、エヴァディオの特徴。はい。まず、なんか最大の特徴なのがね、インナーケーブルシステム。うん、で、専用設計のカーボンハンドルを使ってるから、あのケーブルがね、すべて内蔵化されてるんですよ。よく見るとケーブルがね、どこも飛び出してないっていう。普通この辺に穴があってDi2 用のケーブルがパッてこ、ね、出てるよね、ピコって出てるもんなんだけれど、そうそう、この下の BB の、あー、ここら辺だっけ。あ、でも、え、それも出てない。出てない。穴はあるけど、紐がね、ほぼないね。まあ、唯一見えてるのがフォークとここだけ、でもそれ以外はどこにもないな。そう、フロントディレイラーも小さな穴があって、そこに全部きれいに入ってる。あ、本当だ、徹底してるね。そう、まあ、だから見た目がめちゃめちゃスッキリしてる。ビシャム確かね、ここら辺にこっちになんかピョコ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 って確か出てたんですよ。だから全部の内蔵化はされてなかったのかな。で、全て のインナーケーブルが内蔵化されてるっていうのがまず一つの特徴で、二つ目がこれ、なんと、まあ、私が乗れるぐらいだから小さいサイズの400からサイズの選択が可能です。で、私の身長が156とか157なので、私お借りした時もっと低かったので、これちょっと高くしてるんですけど、だから私150ぐらいの方も全然乗れると思う。これ最初、最初なんか最近新しく出たモデルね、割と小さいモデルがあるように感じてます。だからすごい嬉しいかな。なんもないから空気がシャーッと流れてくる。多分すっごいハンドルが軽いです。インナーケーブルがないから、ここでちょっと離すと、あ、グスト、これありえないからね。まあ、ケーブルは抵抗になるからね。そうそうそう、すごい軽いね、すごい。で、もう一つ、3つ特徴あるんですけど、最後3つ目がこれ、カラー、自分でカラーデザインできるんですよ。好きなカラーを選べます。なので、これ私が選んだカラーなんですよ。なんか私の好きなカラーで作ってくださったので、こういうカラーをね、ちょっとチョイスして私好みのカラーで組んでみました。これどこをカラーにしてるんですか。これ、ハンドル、フロントフォークで、あとシートポスト。このロゴの色とか。あ、それもね、そうそう、確か選べるかな。いや、フレームの色とここの色を自由に組み合わせられる。組み合わせられるし、もともとこのエヴァディオの塗装をやってるところが車の板金屋さんかな。で、車の塗装をしている工房なので、なので、なんか車のその自家用車の車体のカラー番号みたいなのがあるんですかね、なんかそれを伝えるとよりスムーズにオーダーできるっていうふうに言ってました。これは自分のカラーとかをオーダーできるっていう込みの値段なんですけど、複雑なね、例えばアニメのイラストをちょっとここに入れたいとか、そんなできる、できる。ただそれはプラス8万円カラーなので、そういう宇宙に1台のバイクが作れるっていうのも、そう、特徴的かな。グラデーションとかもできるので。あ、そうなの。結構じゃあ幅広いんですね。そう、まあ、ただそういう複雑なカラーとかそういうチョイスに関してはプラス8万円かかるから、はい、それに関してはちょっとついていいかな。で、ちなみに値段なんですけど、フレームセットで税別298,000円。おお、まあまあいい。で、完成車はね、ちょっと口頭でお聞きしたのでちょっと忘れてたんですけど、60か70万円ぐらいしました。Di2 105ディスク油圧でフルカーボンエアロ、
まあ、そういうのも全部込み込みでのお値段だと思うので、まあ、ベラボーに高いわけじゃないけど安くもないっていう、一言で言うと欲しいと思いました。めっちゃいいんですよこれ。何が良いんです？まずね、あの車体自体はちょっと硬めです。なんでちょっとあのグストとかしなりがある感じだったんですけど、これはねあまりしならないかな。ちょっとカチカチしてる感じ。あのビシャもちょっと硬かったんですけど、あれよりももっと硬い感じかな。軽くて硬い。今までね、硬いフレームってあまり女性向けじゃないとか、パワーがない女子にとっては不向きとかすぐ疲れるとかって思ってたんですけど、これね、エアロのせいか、まあ、いろんな要因があると思うんですけど、あんま乗ってて疲れなかった。正直なんか体力ついたのかなって思うぐらい楽に走れてた。あれちょっとびっくりしました。巡航がしやすいって言ってなかった？巡航しやすかった。あの一定速度出すとすごいね、あのスピードが安定してくれるかな。回さなくても、うん、回さなくてもスーッといく感じ。そうだって別にこのホイール自体は別にそこまであのすごい高いものじゃないと思う。多分、いや多分これはまああの完成車によくあるようないわゆる鉄毛台にそれに近い、うん、だからフレあそのホイールじゃないじゃないですか。で今まで私巡航速度とかって地面に触れてるホイールとかだと思ってたんですよ、にかかってくると思ってたんですけど、フレームが今回硬めで軽くてエアロで、なんだろう、パワーがない女子、私のような女子が乗ってもすごい乗りやすかった。フラペだよね。フラペ、そうそう、フラペです。フラペとこのスニーカーでも走り合う。だからこれビンディングしたらもっといけるよね。いけるね。だからねちょっとこれいろいろとカスタマイズして乗ってみたいです。だからホイールをドライブ履かせて、まあハンドルはこのままでいいかな。あとはでペダルを今私クランクブラザーズ、エッグビーターのクランクブラザーズ使ってるので、これにして乗ってみたいですね。なんかいろいろこれカスタマイズして本当自分好みのあのパーツとか組み合わせたら絶対楽しいと思う。であとプラスランシング、ランシングはねすごいしやすかったです。え、何が違うんだ？力入れた時のパワーが、ランシングってちょっと揺れるじゃん。うん、だからしなきゃあった方がいいのかなって思ってたんだけど、私の場合ない方がいいのかもしれない。なんかペダルにかけたパワーが素直にそっくりそのまま全部前に進んでくれるように感じたから、逆にあれなんか私ダンシング上手くなったかなって思ったの。さあ推進力にグッて変わってくれた感じ。そうそうそう、下手なんですよ私ダンシング、すっごい下手なんですけど、なんか上手くなったように錯覚するぐらいダンシングがしやすかった。あ、そんないいんだ、うん、ちょっとねびっくりした最初ダンシングした時。へー、だこんなパワーない女子でも硬いフレーム使っていけるんだなっていうのが思った。ただね、振動吸収性は硬いからまあそのままお尻に直に来るかなっていうのは感じたけど、それはホイールとサドルで対応できると思う。うん、うん、車体自体がね軽くてエアロだから、今日は、ね、ずっと向かい風だったんですよ。強風のグストの時よりも疲れにくかったと思う。これは言える。いろいろとなんか乗って最新モデルで良すぎてね、私にはなんかもうむしろもったいないぐらいの高性能なバイクで、ちょっとね今後も乗りたいなっていうのがすごい感じました。それでね、初めての DI2 ですよ。いいね DI2。 戻れないっていう理由もまあわかるかもしれない。ブラケットもなんかすごく持ちやすかった。 DI2 ってもうちょっともっこりしてんだっけ？昔のはね結構大ぶりだったよ、もっこりしてた。これすごい握りやすかった。私まあまあ手ちっちゃいんですけど握りやすかったですね。ちょっと DI2 のちょっと話させてください。うん、DI2 タイムラグが全然なくてちょっとびっくりした。こんな気持ちよくカチャンカチャンって決まってくれるものなんだね。機械式でずっと使ってくると、あの変速がしにくいというか、変速のタイムラグがちょっと長引くことあるんですよ。うん、山とかね、その感覚でやったら、なんだろう、足毎回力ちょっと抜いてからギア変えて、ギア変わってからもう一回パワー変わるじゃないですか。そのタイムラグが なさすぎて、もう瞬時に変わって感激しました。カッチャンカッチャンじゃなくてダブルですぐ重くもできるし、あ、機械式ではできない。カチカチそう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 、これ長押しすればあのガチャンガチャンガチャンって変わっててくれる。そうなの？うん、すごい。そう、なんかそういうのもあってギアのストレスが全くなかったし、まあ、あとまあここもね、ちょっと変えたんですけど、ここもやっぱ機械式とは全然違うね。感動です。これはここでグイって 2,3 本ぐらいでね操作してるんで、
じゃあこれでヒルクライムとかちょっと登ってみたくなりました。例えがあんま良くないかもしれないんですけど、機械式が切れ味の悪いナイフ、これは研ぎたてのナイフ、すごいね、気持ちよく綺麗に決まってくれるから、やついいね、ちょっと羨ましくなってきました。まあ、経験するとね、戻れなくなるからね。DI2 だとワイヤーが伸びないから、うん、調整も必要なくなるよね。あ、そっか、じゃあ定期的なメンテナンスも不要になるんだ。ほぼやったことない。だってワイヤー伸びるじゃん。うん、これでただ、ね、電気信号だもんね。じゃあこういうワイヤーのテンションとかもほぼ考えなくていい。そっかそっか。まあやっぱ高いだけあるなっていうのは。ただね、最近出てきたモデルなので、まだね、エヴァディオっていうそのメーカーの名前自体はあまり知られてないみたいなんですよ。うんうん。で、まあ同じ値段のでさ、まあ、有名なさ、あのね、メーカーのがあればみんなそっち行っちゃうって言ってたから、やっぱりね、なんかこういうのも広めていきたいなっていうことは中の方もおっしゃってましたね。ん？何？もう一回数えますね。うん、1、2、8、5、10、11、12、12枚です。あれ、グッソ11だよね。もちろんだよね。1、2、3、12段です。あ、じゃあ本当に最新だね。最新です。これはちょっとカスタマイズの違いがあるね。てか逆にカスタマイズ興味、あやかの足元にザリガニがいる。待って、野生だね。ちょっとエヴァディオに近づかないで。いや、踏むなよ、動いたら踏むと動くなよ。いや、でも子供の頃よく捕まえたじゃん。いや、覚えてない。ああ、なんでこうやって踏みつぶされるとこに来るの。可愛いね。あ、後ずさってた、後ずさってた、ね、後ずさりしてる、後ずさりしてる。はい、ちょっと可愛いかも。はい、あ、そうそうそう。で、あの今回ね、これお借りして、まあ、このフレームの良さもねすごいあったし、まあね、あの機会があればね、ぜひ試乗会とかで乗ってみてほしいんですけど、フレームの良さだけ伝えたいっていうわけではなくて、小さいね、小柄の方でも乗れるフレームが最近ちょっとずつ出始めているよっていう、そういう、なんだろうな、ロードバイクにちょっと、なんか追い風が吹いてる感じは、なんかあるので、そこはちょっと自転車のね、発信をする身として、どんどん発信していきたいなっていう思いはあります。気になる方はぜひ乗ってみてください。リンクは概要欄です。あの、もう少しね、お借りしているので、ちょっとね、これで山とかちょっとカスタマイズしたいなっていう思いはあります。